京宮です。風民です。若手ヒビです。今回一橋大学やってきました、はい、今日たまたま卒業式でね、はい、また後日に、うん、あの一橋のね就活事情とかをね、はい、明らかにして上がるんですけども、はい、今回は受験生向けの企画、これ先あげます。お、何でしょう。今回一橋生のおすすめ参考書聞こう。おー、まあ、平和な企画なんですけど、そうですね、まあ、文系のねかなり難関大なわけですもん、はい、一橋ですね。東大次とかですかね。まあまあ京大がそこにありますけど、ありますよ、はい、おすすめの参考書何使って受験合格したのか、これみんな気になると思うんで、うんうん、聞いていこうじゃないかという企画ですね。受験生ためになる企画ですね。ただバラエティ要素もねちょっと忘れず、はい、面白い動画にしていきたいなと思ってます。皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄、Twitter とインスタのも絶対お願いします。それぞれ一橋生のおすすめ参考書はこれだ。分かって TV。 で一橋のたまたま卒業式だったんでお姉さん来てました、はい、受験生の時に愛用してたおすすめの参考書聞きたいんですけど、参考書とか使ってました？参考書は使ってました。 おいいですね。おすすめの本とかあります？おすすめは数学はプラチカ。お、出た。文系数学の両門プラチカね。やっぱ良かったっすか？良かったです。おすすめポイントは演習量がちょっと足りないなと思った時にやると深いので何回もやって定着したかなっていうふうに思って。これ本当に難関大のねよく出る入試問題が集まってんだよね。僕も大好きですプラチカ。あ、そうなのね、はい、深いっていうのはなんかどういう感じ深いですか？いや、あのあなたにいくら話もわからないと思うんで。いやいや、おい、数弱にもわかるようにしてよ本当に、まあ、一橋って数学難しいっていうの聞くじゃないですか。プラチカで対応できました？結構対応できたのでそれやるのもいいと思いますし、はい、でも、はい、人によってレベル時間とか時期朝とかも違うと思うので、はい、それぞれで選んでいただくのがいいかなと思います。僕らクラス、はい、兄弟一つばしか言わせれば、はい、雑魚は手出すな、やめろお前ですよねそんな過激派じゃない。雑魚言うなお前本当に低学歴のお前らには関係ない本やぞみたいな。いやいや、そこまでお姉さん言ってない。お前も知ってるんだ。どの知ってほしいな。いやいや、それお前だけだよ本当に一つばしのねたまたま卒業生の方、はい、見てました。今回一つばし生のおすすめ参考書機構という企画やってまして、はい、受験生時代に愛用してたおすすめの本とか何かありますか？私は正式な名称を忘れちゃったんですけど、英文、まあ、和訳ですね、和訳の投資図、はい、あ、英文読解の投資図、はいはいはい、出ました、解釈本ですね、はい、東大京大一橋、はい、この辺りで必要とされてる本です、はい、激ムズ参考書ですね。激ムズですね。いや、もう私文はちょっと必要ないんじゃないかなと思ってますけどどうなんですか？いや、多読の私文はいらないです。いらないです簡単です、大量に読んどけ。やめろお前、そんなこと言い方すな。投資図やると英語の読み方変わりました？そうですね、なんかそれまでは直訳って感じだったんですけど、はいはいはい、二訳チックっていうか日本語としても読める解説本ができるようになるのかなっていう。だって SVOC とかがね、もう投資税がもう見えちゃうわけですよ。もう投資できるわけですね。そう、お姉さんたちも僕見えちゃうかもしれないです。いや、やめろお前、何投資しようとしてんの。ドン引きしてるし受けてないし、やめて本当に見えちゃってますからね。やめてやめて、捕まってきてちょっと。そういう本じゃない。お姉さんなんかありますね、おすすめの参考書。単語帳とかです。おー、いいですよ、単語帳。速読英単語。おー、渋いね。必修編ですかね。必修編と応用編、はい、あ、上級編も、緑のやつ ね。速読好きってなかなかちょっと珍しいなと思うけど、ね、何が良かったですか、速読。なんか文章で、はいはい、あの単語覚えられるので、ね、こういう流れ来たらこういう単語来るのかなみたいな、ちょっと雰囲気で覚えてます。なるほど、使い方と一緒にね。お姉さんめっちゃ頷いてる。お姉さん単語帳何使ってました？シスタンです。お、一番メジャーな。シスタン派の人は、はい、確かにとか言わへんよ。え、ソフターみたいな。みたいな。シスターの方が良くないみたいな。まあ、一応ね、ミニマルフレーズがある。まあまあありますけど。文章でね、覚えられる。ちゃんとね、あの暗記方法とかね、はいはい、ちゃんとありますからね。なるほどね。しっかり活用してほしいです、ね。おすすめの動画とかね、ちょっと載せておきましょうか。はい、そうです、載せましたね。はい。じゃあ、一橋のお姉さん見つけました。はい。今回なんですけど、一橋生が選ぶおすすめの参考書を聞いてまして、はい、受験生の時のなんかおすすめの参考書とかありますか？あの、英単語は絶対使いますか？鉄壁。ああ、支持率高いな、鉄壁。ねえ。あれって東大の単語じゃないの？そう、東大英単語塾の鉄壁ですよ。一橋でもやっぱ役立ちました。上のレベルのところはそれを使ってるって。ああ、なるほどね。他はなんかおすすめの参考書ありますか？基本的に学校のチャートとか、フォーステップとか、使ってます。4ステップおすすめしますか？あの、いいですか？はい、僕は4ステップ大嫌いです。一番嫌いな参考書というか、解説読んで分かんないです。僕レベル理解できない。答えしか載ってないからね。そうなんですよね。真似できない人もいるだろうから、そうね、注意が必要ですよ。やっぱ4ステップを計算ドリルみたいな感じにできたら、はい、強いねんけど、うん、解き方とかも分かってて、あと計算練習やみたいな感じだったらいいんやけど、いきなり4ステップ危険よね。ああ、そういうことですね。一橋生の男の子に聞きました。今回なんですけど、一橋生のおすすめの参考書を聞こうっていう企画やってまして、はい、なんかありますか、おすすめの参考書。数学で言ったら赤チャート。出た、赤チャート、はい、受験イキリ男や。いや、そうだね。そこまで言う。なんか僕の高校がチャートをなんかみんなに配ってて、普通青で
ですよ。そうなんです。だから僕の高校は赤が赤がいい。高校じゃない。いやいや、いきり言うな。何高校それ、名前さらしたるわ。熊本高校って。あら、熊高。熊高ですね。切ってんな、熊高。いや、やめろ、お前。青で大体の大学十分なのよ。赤くまるんや。なんなら白くまられてる雑魚高校とかもあんねん。いやいや、雑魚高校言うな、お前も。白も重要ですよ。他は何かありますか、おすすめの参考書。そうですね。英単語帳とかは、鉄壁とかよく言うんですけど、全然ターゲットだけで全然いけたと。そういう声もあると嬉しいよね。ね、そうだよね。ターゲットだけでも一橋いけるんだと。ね、大丈夫でした、ターゲット。変わらない英単語。あ、全然困らない。あ、そうだ。なんか、いいね。鉄壁やってるやつが今度生きてんな。いや、確かに。鉄壁生きてるな。お前ら参考書生きらんでいいからな。マジで簡単な薄いやつやっとけ。ほんまに生きていいことないから。まあ、それはちょっと正解ですね。何やろな、生きてる参考書何やろ。マスターオブセース。生きてるよな。マスターオブセンス生きってるよな。あとあれさ、普通見たらプラチカ。あ、プラチカ、プラチカはいいんじゃないですか。一つ増してよく使うよ。一つ増しては結構使うんですけど、次第受ける人とかでもみんな頑張って解いてて、実は全然進んでない。ああ、あるあるある。マーチぐらいでプラチカのやつがおるもんな。恥ずかしいって。生きるなって。マーチの人にやんなくていいのね。やんなくていいです。なるほどね。目の前のもう簡単なもんでやっとけよ、お前。あと BM1 個あります。あの、英文読解のなんだっけ。投資図。いや、投資図じゃなくて、あの、思考訓練の場としての。なんかある。英文読解みたいなあるっしょ。ちょっと出してみて。思考訓練の場。そう、あれもいらないと思う。あるある。でももう化石だけど、もうもはや出版されてるのかわかんないけど。西教授、英文法の核。生きっとる。あれ生きっとる。あと、1億人の英文法。生きっとる。いや、あれも生きてる。生きっとる。生きってるな、あれね。熱いですよね。皆さんもね、生きり参考書使わないように。そうね。じゃあ、一つ橋の女の子見つけました。はい。今回ですけど、一つ橋へのおすすめ参考書を聞いてるんですけど、何かありますか、おすすめ参考書。英文解釈。はい。あ、はい、これはむずいですよね。ポレポレクラスですね。ですよね。はい。どうでしたか。結構難しいなと思いながらも、はいはいはい。一つ橋って和訳とか論述がいっぱい出るんで。はい。立ち上げ兄弟の方が多いです。張り合うなよ。兄弟の方が和訳とか長いんですよ。いや、まあそれはそうなんだけど、はい、別に倉庫張り合うとこじゃないの。あ、じゃないのね。そう。一応言っとこうから。いやいや。どうでしたか、その本は。20ぐらいしてみて、どれぐらい和訳したらいいのか、はいはいはい、和訳どれぐらいとか分かるようになって。なるほど。なんか一つ橋の対策で役立ったこととかあったら。うん、日本史。お、日本史。ひたすら教科書の品質テーマのところを暗記して、はい、そのまま書きました。なるほどね。これめっちゃ大事な勉強法で、はいはい、教科書の説明一見分かりづらいんやけど、はい、論述に使いやすいよね。言葉が凝縮されてんだよ、まとまってるから、そのまま論述に使えちゃう。はいはい、教科書暗記、これいいです。あ、そうなんですね。私文、はい、のマークのお前ら関係ないけどな。いやいやいや、おい。お前ら黙って金谷とか石川とか分かりやすいやつ読んどけ。いやいや、許せよ。法律の記述受けるやつは教科書読んどけ。そういうことですよね。ちょっとトゲあるな、なんか嫌な感じ。教科書後半でね、記述に使えるのよね。ね、そのまま抜き出してくれ。ああ、いいね。話し合うわ。コパーも参考書で飲む。いや、飲まねえわ。参考書の魚に。いや、気持ち悪いよ。ダメ。普段は参考書の話とかこんな感じでみんなとするんですか。いや、もう何年もしてない。気持ち悪いな。あれ、サークルで参考書出してくるのない。いや、絶対ないです。ないよ。そうだ、結構そういうのもするけどね。お前だけだよ。僕だけやらねえよ、普通の人は。大学生になっても参考書コーナー入り見たら気持ち悪いわ、本当に。やめて、学歴中だけですから。あ、そうなんだ。はい。一つ橋の女の子見つけました。はい。見てみて、スーツケース。ね、こんなにおすすめの参考書いっぱいあんねや。いや入ってねえよ。地元に帰るね。あれ、参考書じゃないの？参考書今度入れ、どうすんねん、お前もう。え、僕らロケしてるから、おすすめの参考書いっぱい持ってきた。持ってくるか、そんなの。今回ね、一つ橋生におすすめの参考書聞こうって企画をやってるんですけど、はい、なんか受験生の子におすすめできる参考書なんかありますか？あんまり参考書、そんないっぱい使ったことなくて。いや、もういいです、もう愛用してるやつで。古文の単語帳。おお、いいじゃないですか、ホームタブチョ。何使ってたんですか。青い。青いやつ星みたいな感じ。星、ああ、あれじゃん。315じゃないの。ああ、読んでみて覚える古文単語。ああ、いいですね。まあ、読んでみて覚える古文単語315ね。はい、これもちょっと僕おすすめなんですよ。いや、これ結構いいですよね。どんどんいいですよ。やっぱね、こう、単語のなんかイメージ、はい、イラストとかでイメージつけてくれてるともいいですし、はい、プラスのイメージとかでまとめてくれてたりとか、うん、マイナスのイメージでまとめてくれたりとかね。はい、そういうのがあっていいんですよ。いいですね。女性なんで聞きたいのは、はい、この参考書持ってたら、ちょっと男性かっこよく見えるなみたいな、ちょっとモテ参考書とか聞きたいですね。モテ参考書とかあんの？例えば教室とかで、この子あの参考書やってちょっとかっこいいなみたいな。いっぱい持ってる人はちょっとダサい。ああ、
なるほどね。そういうことね。教室におった、いっぱい持ってるやつ。ありましたね。おお、なんでダサいなと思ったの。絶対やってないだろう。たくさんの本よりも一冊ちゃんと仕上げろよと。そんなできひんやろうみたいな。なるほどね。でもモテる参考書考えようぜ。あ、でもね、ちょっとダサいのはあって、はい、4月の時点で赤本机の上に置いてるやつ。あ、はい、やっぱり切ってないこれ。順序がね。そう、順序がなんかもういきなりラブホ行こうとしてるやんみたいな。そういうこと、最終段階ね。最終段階ね。ステップ踏めよみたいな。じゃあ踏んでくださいってことね。というわけで、一つ橋生のね、おすすめ参考書を聞いてきました。はい。やっぱ、娘のものが多かったね。ですね。いや、だから、これまでして、うん、まあ、本当にハイレベルなとこ目指してる人はいいけども、はい、ちょっと焦って手出さないように、はい、それちょっと気をつけてほしいなという。そうですね。自分の動画ですね。ね。自分のレベルしっかり見極めて、参考書を選ぶ必要がありますね。ただね、まあ、やれば力つくこと間違いなしの本ばっかやったと思うんで、はい、一つ橋生がね、それを保証してると思うんで、はい。はい、まあ、ぜひやってみてほしいなと思います。はい。皆さん、チャンネル登録と高評価、誰か Twitter と Instagram も絶対お願いします。じゃあ、今日この辺で、バイ。